ビクトル・セガレンビクトル・セガレンは、フランスの詩人で医師。民族詩や、考古学分野にも、業績を残した。1878年1月14日、ブルターニュ半島生誕の港湾都市ブレッストの、マシオン街に生まれる。ボルドーの陸軍衛生部学校で学んだ後、セニとなり、フランス領ポリネシアに赴いた。セガレンは、海や航海は好きではなかったが、 各地に上陸し、様々な発見をすることが大好きだった。1903年と1904年には、タヒチに滞在した。マルキーズ諸島に立ち寄った時に、ゴーギャンの晩年のクロッキーを買ったが、セガレンが不在にしていた3ヶ月前に、クロッキーは、クズとして捨てられてしまった。パリに戻った時には、1907年に出版されることになった。 小説、記憶なき人々のほか日記とゴーギャンとランボーについてのエッセイを持ち帰ったが、この日記とエッセイは1978年まで公開されなかった。1917年にセガレンが撮影した、小州の墓近くの石中1908年、セガレンは当時の満州におけるペスト伝染の被害者を治療するため、中国に向かうことになった。 1909年、海軍通訳生小学生として中国に渡り、1910年には妻や息子と共にそのまま中国に泊まることを決意した。1912年に北京で死臭、日の初版が出版された。セガレンは1914年に漢王朝の墳墓の考古学調査を委託された。この時の彫像類についての研究成果、 グランデスタチュエール・シノアは1972年まで交換されなかった。セガレンは著作を通してナイフでエスノセントリックなエグゾティスムのジャンルに新たな視座をもたらしていた。セガレンが中国であった数少ないコロッパ人の一人がベルギー人の中国研究家シャルル・ミシェルでその人物像は小説ルネ・リーズの主人公ルネ・レースに投影されている。 セガレンは1917年に帰国し、1919年5月21日にブルターニュのヒューロゴートの森で亡くなった。手にはハムレットがあったという。後にフランス政府はパンテオンの壁にセガレンの名を刻み、1914年から1918年の戦時にフランスのために命を捧げた作家と記した。母国フランスでは、 1970年代から1980年代にかけて著作が相次いで刊行され再評価が進んだ。日本でも1990年代以降に翻訳が刊行されるようになり、2000年代には水星社によるセガレン著作集が刊行されている。かつてセガレンが学んだことがあるボルドー第二大学は現在は彼の名を冠して ビクトルセガレンボルドー第二大学と通称されている。キジブレストにあるユニベルシテ。デブルターニュ・オクシデンタルの文学、社会科学部もセガレンを称えてその名を通称に用いることがある。香港にあるリセもセガレンの名を通称に関している。ありがとうございます。